最初親しくなったのはまだ若い頃だったんですが、二人が特命の喧嘩なんかして、それがずっと彼と何回もいろいろ彼の話を聞いたり、まあ週に何回か焼肉や新宿の焼肉屋に飲んだりして、いつか彼の小説を、まあ、僕の中で一本取ってやろうっていうのをずっと思ってましたので、たまたま弁護責任を取って三島に取って、そろそろ落胆も取らないといけないなと思いましたので、ちょっとこの、まあ、原作に出会ったんで、でその僕の知り合いのそのコンさんっていう人がこの原作を持ってやると思ってたんで、その人にまあいろいろお話をして、これもまあプロデューサーの人になってもらって、で、この人の上司も、とにかく中野賢治が、まあ、もともちょうど日本の20年かな、私も今後76になったんで、もうあと先が長いから今のうちに取ってもらえると、もう取れなくなると思って、一色に老骨に、強くて作りました。僕は若い頃からやってきてるそのやっぱ差別の問題はちょっとあるんですよね。大変な方のなぜかあそこで生まれた人たちはやっぱ血の問題なんで、どうしてもその差別にしかなると、そうすると自分の仕事も何もできないし、僕は東北なんですけど、うちの東北には差別ってあまりないんですよね。ただやっぱどうしてもその和歌山とかこの国の差別がある京都とかそういうところで、どうしてもこれがまあ難しい話すると天皇制の問題がかかってくるんですけど、あんまり天皇のことやると京都の方になってくるかわからないんや。権力というやっぱり女性ですね。女性の方はやっぱり月に一度血を流して、それでやっぱり子供を産めるという強さ。まあ月に一回ずつのやっぱり一ヶ月に一度は血を流したりしない。そういう意味でやっぱり女性にはかなわないなっていう、僕の中にあるし。やっぱりまだ生きて死んでいるから、それの繰り返しをずっとやってるんじゃないかって、ね、もう一方のこの映画にそのこれと一緒に撮ったやつがあるんですが、これもなんかそれに似たような映画なんで、それだから言葉であんまりなんかその表現できないんですけど、いろんな何かこうどっかのこう脳のからすみでいろんなイメージになっているとかなんかよく自分で自分撮ってよく分かんないんですよ。僕は夢中でなんか撮ってる時は僕が夢中で、まあ、ここにいる俳優さんたちが何やってるか俺に、まあ、どんなやったりなんかしてそれ違うって誰か違うか分からないけどやってくれてるっていう感じがあるんで、自分も分かんないのがあるんです。だからもし自分が全部分かってやったって映画撮る必要ないし、はっきり文字で書いた方がもっといいし、だから僕は文字でそういう表現できないから、映画っていう一つの映像を武器に使ってみんなに見てもらってるっていうのが、まあ、僕の脳の人生の生き方ですよね。あの出てますから40本ぐらい出てますから見ると思うんですで、まあ、他の映画には最初に、ね、若い人が出てくれるというのは、僕は自由にやらせるからじゃないですか。だって、俳優って商売やってるわけだからね、今ね。いちいちバカな監督みたいにね、そこ何歩歩いて振り向いて、こういうことしか見なさいなんて僕は言わないんですよ。だからみんなプロなんだから、プロの仕事をしなさいって人もいるわけですね。テストもほとんどやらないっていう。
全部僕は第一回目が一番いいんですよ。そういうやり方が今俳優さんにとってもすごくやりにくいよって、それが分からなくて、やっぱ僕の今に出たいっていう人が多くなってしまったなということじゃないですか。まあそれと、まあ、なんとか僕は自分のことよりもあんまり嫌ですけど、こうしてやってると本当にメディカルにも呼んでもらったり、彼女にも呼んでもらったり、ベルギーに呼んでもらったり、なんか別に自分がこれを出したからっつって刺激受けてくれないでしょ、どこの映画になるって。映画祭の審査員の人たちが来て、それで初めてこれだったらうちの映画祭で映してもいいっていうことでやっちゃってるわけですからね。だそのために心にとって真剣になって取らなきゃいけないし。日本の映画みたいにね、犬とか猫とかね、そんな漫画とかね、そんな映画ばっかり撮ってるからね、はっきり言うとヨーロッパの人たちにみんな飽きられるんじゃないかって、その隙間をついて俺の家がスッと出てきたみたいな感じですよ。なんか思います。若松さんの演出というのは、現場に行ったら、まあ、テストが1回ある時もありますし、もう行ったらいきなり本番の時もありますし、本当に自由にしていいというか、それでカメラが決まっていきますし、なんていうんですかね、自由にしていいよってこう最初言われて、でもその後にすごい演出がこういろいろ入っていくことっていうのは他の現場ではあって、でもそれもきっとある意味自由だと思うんですけど、でもその若松さんの組で、ね、本当に自由にしていいよっていうのは本当に自由なので、だからでも自由にしていいよっていうのは本当にすごい怖いことで、だからなんていうか、でも自分自由にしていいよって本当に絶大なる信用で、あ、信用でこう言ってくれるっていう、あの役者がプロなんだからっていう、そういうふうに言ってくれるっていうのはやっぱとても嬉しいことですし、自分が24歳なのでもうすぐ25歳ですけど、その人生の中から何か出さなきゃいけないなって思う現場なので、だからすごい楽しいなと思います。で、他の方たちも出たいと思うのは、なんか自分の生きてきたその、僕は24年間だったんですけど、まあそれが何年間なのか分かんないですけど、そこからこう何かを出さなきゃいけないっていう、そこで何か勝負できるのが多分若松組なのかなって、それは思います。だから楽しいのかなと。なんか今回自分が参加させてもらったのは、まあそうですね、前から若松さんの監督に参加したいとかそういうことではなく、まあ、どの監督と一緒に仕事をしても新しい環境を楽しみたいと思ってるんですけど、すごくとてもいいタイミングで、自分のモチベーションだとかテンションだとかがいいタイミングで声をかけてくださったので、役にも入りやすかったですし、その瞬間も精一杯いけるのかなと思います。さっき監督がたまにどうなんだっておっしゃってたんですけど、私も怒鳴られたりしましたけど、高田さんがおっしゃったように、本当に好きなようにやりなさいっていうのが本当に恐ろしいというか、怖い現場ではありましたが、そこを自分で考えてやったときに、こう振られなくてもらえたりっていうのは、かけがえのないものというか、これから役者だけに関わらず人生において、かけがえのない自分の中を形成するものになっていて、で私は結構滞在期間が長かったので、撮影中に自分の撮影がない時によく他の方の撮影を見に行ったんですが、すごい、それ撮っていくんですけれども、
どの現場もたまにこうリアリズムとは違った生々しさというか、人間の俳優さんたちの演技だと、こう、見ている